しいですね。イヌアシとソウミヌアシとの愛の子。ロアジア、イヌアシ。あと肉汁にも、肉汁も。それは熊田か。で、もう18歳ぐらい。あ、そうですね。大きいもん。まあ寿命としては45年ぐらい。かっこいいね。これは日本にいる。日本にもいるけど、これ。すごいよね。そば、ね、行こう。待って。そばやん。言ってん。あれ？中華そばと間違えた。え？そう。ちょ待って待って。なんか二人ともなんかそばって普通に受け。あれ？待って。何やねん一体。あれ？何やねん。何やねん。待て。え？食ったでしょ。何を？ラーメン？ラーメン食ったでしょ。食ったよ俺は。おい、ちょっと。待て。ラーメン。
いや一緒に食うって言ったじゃん。いや食ったよ俺は。じゃあ声かけて言ったじゃん。だってラーメン食べるとき言ってって。え食べたのラーメン。食べたよ。言ったじゃんって言ったって。とりあえず行こうよ。ここだあやちゃんはここ食べたかったんだから。そうなの。せっかく来たんだよ。じゃあ後で青森行ってから食べるやん。そうだよ。また言ってるよ。まあ、行こうか。行こう。あ、感想的ち。良さそうやろ。確かに。ごめんごめん。なんだ。で行こう。行こう。行こうか。じゃあ行きましょう。まあ行ってみよう。なんかさ、ラーメンみたいな食べてる人がいる。へえー。あ、そう。うん、ちょっと楽しみだね、うん。でもまたラーメンは後で行きましょう。うん、すごい。角張ってる。濃いね。角張ってるってなんか。すごい。想像以上に。では、うん、これ太いね。すごい太い、ね。今まで史上多分最高に太い。いただきます。すんごい弾力。噛み応えめちゃくちゃあって。噛むごとに蕎麦の、ね、香りが少しずつしてくる。最初はねちょっとわからないんだけど噛み応えめちゃくちゃあるね。美味しい。つけてしまいます。確かに弾力すごいわ、いや、うまかったな。うまかった。いやすごかった ね、あの太さね。え、なんていうのか、すっごくこう豪快なんだけど、この風景の感じとね、あ、その豪快さ、この工夫系ね、綺麗やん。はい、ということで、はい、ね、これ伊勢そば、さっきまでの 満席が本当だ。自分らだけになりましたけども、あっという間に青森に向かいましょう。行きましょう。ゴー。青森県到着しました。到着しました。青森市、うん、青森市ね、にぎわってるね。ねぶたを見に行こうと思うんやけど、もうなんか早速そこでグワーってやってる。いろんなとこで出てる。出てるよ、いっぱい。あの有名なやつが。あ、マジで、うん、見に行かないと。駐車場がもうそこら中が満車で、うん、ね、うん、タイミングよく入れたけど、うん、向かいましょう。はい、うん、なんか中華そばとか。マジで、ほら、今食べ出すとみんな置いてかれるからな。一緒行こうかな。まず祭り 見たいね。祭り行く？うん、もう我慢できたな。確かに。もうハクション大魔王のハンバーグかマコのラーメンかって言われるぐらいね。そんなやつ食べれるぞ。でも一緒に行きたいと。あといくらでも食べれるから、ね、じゃあ行こう。行こう。すごい。
後半お時間がありません。イエイ。はい、今回は青森県青森市にやってきました。はい、ねぶた祭りの最中なんですけども、うんうん、ちょっといっぱい行きたいと思います。行きましょう。ニンニク揚げいこうか。あー、うん、いいね。あ、そうだね。ニンニク揚げと、うんうん、貝焼き味噌っていうの。青森の。これね、美味しそうだよ。ホルモン炒めもいきましょうか。うん、行きましょう。はい、という感じで。はい、お疲れ様でした。ニンニク揚げ。おー、すごい。ほんと丸々、丸々。はい、行きましょう。うわうわ、いただきます。甘い、美味しいね。ねっとりしてる、すっごく濃厚で。自分が欲しい、下手だから手でいきます。でかいよね、確かに。これを、あ、ごめん、手も厚がりな。あ、でも待って、これ一回なめ、先端ついていい？そう、ピッといって、あっち。本当にねっとりしてるわ。わからん。わかりにくい。うまい。うん。ねっとりしてるわ。これも炒め。おいしそうね。いただきます。かなりホルモンがたくさん入ってゴロゴロ、あとはその玉ねぎがかなり。嫌いなものは S、 かなりね、ホルモンだよ。これはね、ホルモンだよ。ピリ辛のソースがすっごく合ってて、ビールが足りなくなっちゃいそうです。ビール食べましょう。うん、うわ、うん、では貝、こういうほっとり、これそういえば前食べたね。食べた食べた、思い出した。この形と色で思い出した。いやいやいや、うわ、これ美味しそう。長ネギと貝と卵と、おいしそう。うん、おいしい。なんか全然興味示してないな。いや、まあ、お通しうまかったよ。あの、あと何か食べたよ。お通しと、なんだっけ、少し食べたよ。ニンニク食べたんだけど、ちょっと今ほら、温存中だから。なんで？ん？それ聞く？温存すると言ったら、もう一緒に行きますか、ラーメン。夜の青森の街。ちょっといいよね。なんか今日はこのままでいたい感じだね。もうこのままにしとこうよ。ねえ。いや、ねぶた、ねぶたも盛り上がってるし、今からいっぱいぐらい。噛みまくってる。関係ねえんだよ、噛んだろうが。噛むのは麺だけで十分なんだよ。噛むんじゃねえよ。ラーメン行ってきます、僕は後で。はい。ということで。はい、食べてきましたけども。食べてきました。雨になって、うん、美味しかったね。でもネプタが終わって、うん、雨が降ってきてラッキーやったな。ね、ちょうどぴったりだね、うん、これから行くんやろ。もちろんですよ、行く。今からでも俺はもういいよ、寝るよね、うん、あ、そう、うん、じゃあ俺行ってきます。マジで、うん、ちょっと行きたい店あるんで行ってきます。じゃあ大盛りやろ、またおやすみ。
男は特大や。じゃあまた明日の動画を楽しみに。わかりました、はい。もう本当に2人ともさ根性ないからすぐ行かないかないって。でもいいんですよ、めっちゃ美味しいとこ知ってるから。ゴー、行ってましょう。ここですよ、ここ末広ラーメン本舗青森分店。ゴー、中華そば。はい、行きましょう。ごめんなさい。ごちそうさまでした。いや、俺もう人生の中で一番合わない人だと思うんだけど、どうやってる。おー、ごめんね。食べてきたよ。末広ラーメン本舗青森分店。もう絶対、あ、今日は大盛りね。絶対あの二人も来たらよかったんだけど、いつも来ないから。あの二人さ、絶対もう末広なんか、ここ夜中の2時まで空いてるんですけど、何時に食べても腹にもたれないんだから絶対来た方がいいんだよ。ここはめちゃくちゃうまかった。あー、ということで、これからもうお腹も空いたし、ぐっすり寝て明日からのライブに備えたいと思います。では、おやすみなさい。また明日。また明日だね。